危ない、ドッカーン。ランランの奥にウララにございます。ランランのママです。よろしくどうぞ。はぁ、今回は私のインスタの服をまた見ていこう。イエーイ。はい、始まりましたよこれ。もう言うてる間に秋ですからね。はい、AWということで、もうちょっとまたね更新してますから、ちょっとチェックしていこうということでございます、うん、さあ、なんか気になるのあったら解説していきますので、どんどんももちゃん言っていってください。これはうんこマン。うんこマンじゃめよ。これはワントーンコーデです。あれ、うーちゃんはさ、そのウエストがさ、お箱やんか、うん、そうそうそう、私体型がね、ののあれ確かにあのハイウエストにはするようにはしてます、うん。なんかでもうーちゃんさ、あんま最近新しい服がないよな最近。うん、だってピンクばっかり着てんもん、このでもこの着方めっちゃ可愛いなと思った、タイタニックのやつ。私これは自分の中であんまり好きじゃないのよ。めっちゃいい。てかさ、これ思ってんけど、大国さんがただ褒められたい回じゃないん、これ。違う違う、その皆さんがこう分かっていただけるように解説していくっていうテーマやから。ほんまに、うん、まあ、解説してちょうだいよ。これこれは何なの。これはまあなんかピンクを基調にした。薄、まあ、これはまあピンクのカーディガン、うん、カーディガンが今年結構流行ってるから。あ、そうなんや。確かに。ほんで多いね、色が今年は。あ、なるな。オレンジとかな。ピンク可愛いよな。でもやっぱな、そうそうそう、ピンクってほんまに可愛い。ピンクってなんでこんなに可愛いんやろな。やっぱ女の子やね。いや、ほんまにピンクって可愛い。でこれもうピンクのこのマスクつけてるだけでほんまにテンション上がんもん、ちゃんと。これはこれあのスージーズーの妖精みたいな。スージーズーの色合いやねんな、これ。全部、全キャラ、全キャラ入れた、うん、なんかさ、これとかこの靴さ、たまに履いてるけど、ほんまアホみたいな色してるよな。あ、アメリカのティーポットみたいな。アメリカのおばあちゃんが持ってるティーポットの色。この靴死ぬほど痛いね。あ、言うてんないつも。死ぬほど痛い。安いからってこと。なんだ。サイズがもうちっちゃくて硬いねんか、これ。フラットシューズってね、めっちゃ難しくて。なんだフラットシューズって。ペタンコ？あ、ベタ靴な。ベタ靴ってほんましんどいよな、でも。そう。もうでもコンバースは結構いけんねんな。コンバースなん結構疲れる。いや、もうコンバースめっちゃ好き。めっちゃ楽。嘘やん。ほんまやで。喧嘩したいわけちゃう。これとかはさ、でもモモ生でもこれ見たけどさ、うん、膝太もも長すぎひん。膝短くて太もも、え？膝から下これやで。コーデは。まあパステルカラーでピンクとあのこう、まあ、薄紫のコーデュロイのパンツやねんけど、うんうん、そこで あえてやっぱ足元がポイントなんですけど、うん、このアホみたいな色してる靴 の、うん、あのインナーのこの紐のカラーが薄紫やねん、うん、ああ合わせてんねや。だからパンツとちょっと合わせてっていう、うん、なここになんか白とか持ってきたらちょっとなんかベタというか。ああ、なるほどな。ちょっとガーリーすぎちゃうというか。そう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 、ただのガーリーにまとまっちゃうんや。なんでちょっとまあファッション感を出すために。こういう時のバッグのカラーはどうすんの。カバン、カバンの色は。わあ、そうやな、ちょっと考えときます。あ、何やろ。カバンはもう持たない。もうこれはモモと一緒に悩んでたら飽きませんや先生。その私は悩んでいいと思うんですけど、このプラスアルファとかないから。そのいやいや、それはもうそんなんはそんなんもして、え、衣装、衣装、衣装ですか。あ、これたまなくな、たまなくて衣装着てるやん。もう衣装じゃないから。衣装やん。違う違う違う、全然このグレーのスラックス履いてるでしょ。眠たかったんこれ。じゃこれ寝てないねん、これ。立ち寝してるけど。立ち寝してんじゃん。器用やで、立ちながら寝てたら、うん。だからこれはちなみにあの色がまあ地味めなんで、うん、あの唇を赤く。ああ見て、これ音楽の先生や。音楽の先生。このね、もう前も満劇のね、井戸端会議ってライブがあってね、それでも言われてて、このノースリーブの青のニットやめろってちゃ言われて。ちさきさん、大の仲良しの天才ピアニストのちさきさん。さん、これさ、みんな見てほしいねんけどさ、このね、上から大国さんの顔、上からバーって下行って、下に足うっ血してるから。ももな、うっ血してないか。ブーツの上にね、そのボールが乗っかってるのかと思ったらね、これ足の延長、延長やねん。いや、こんなことならへんけどな。うーんってこう
首ってやられてるそんな可愛いもんじゃないってもう。いやってほんまに。これはもうノルディック柄は今年もトレンドで。じゃなんかこれさ、うん、この柄が流行ってるのは知ってんねんけど、うん、これだもううーちゃんがさ履いてる時さもう様になりすぎてさもうそのおかんが着てるやつわかる？パート帰りのおかんじゃないけどほっこりするやつ。ほっこりしてもうたよな。これってめっちゃ難しくない？これ何柄って言ったっけ？ノルディック柄。ノルディック柄ってさもうめっちゃ紙一重やと思うねこれ。そうよ。もうだからうまいこと着こなしてるやん。いやめちゃくちゃおかんやったで。カバンからネギ出てたでマジで。嘘やろ。ほんまにほんまに。モードに着こなしてんでこれ。いやこれはその今この体勢やから。まっすぐママちゃんって前から歩いてきた時にもうおかんやんってなったでマジで。これねみんなだからね、うん、これ一瞬やからいいねこれな。恋と一緒です。一瞬やからいいんですこんなもん。もうさこれさなんかこれ体どうなってんのと。またこれ体これそれもう紙パンツやねん。ザラの黒のパンツやねんけど紙パンツめっちゃこう足長効果あんのよ。いやこれもう人魚かなと思ってね。足の間が見えへんくてさ一つになってないからこれ足がこうクロスされてクロスなってんやろ。ほんまに気にしてほしいですけどね。ほらまた着てる。これモモが撮ったやつやこれ。あーこれなモモヤマキシン。ムカつくわこの顔。肩だらへんないね。まあぶっちゃけ可愛いよなこの格好は。あほんまに。うん可愛い。あのデニムオンデニムデニムオンデニムでな。ブーツがこのブーツ流行ってるよな。なんかこのなんかでもややっぱこのメガネかけるやつってこいつ仕事するで。これ彼ずーっと付き合ってる長い付き合ってるひげ白髪のひげ生えしたおっさんとめっちゃわかるわかプライベートマジでわかんないみたいな。で前大久保さんなんかあのうららさん前おじさんで歩いたなんか若い男の子と一緒にえなんやねんやろあの人みたいな。おるおるずっとわからん掴めない人かちょっと綺麗めな白髪のおじさんな。うんそう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 てな感じかなぐらいですかね。もうちょっとなんかもっといっぱい見たいないろんなパターンをちょっと大国さんが多分純粋に今ピンクのやつこれ嬉しなってるから、うん、もうこれめっちゃ多いね今その横の1個は絶対入ってるからこれもうちょい更新してほしいですね。その時期来んねんハマる時期。もうハマってる時期はもう分かりやすいからね。ということでまたもうちょっとね更新したら、はい、やっていこうと思いますので。そうですね。はいまた見てください。はい、チャンネル登録とグッドボタンそしてバッドボタンを押すやつはブー。ごきげんよう。